泡が立ち上っている、発泡性ワイン、発泡性ワインのボトルとグラス、発泡性ワインのコルクスパークリングワイン、または発泡性ワイン、発泡製部同士とは、ワインの一種。二酸化炭素を多く含有するのが特徴である。スパークリングワインは二酸化炭素を多く含むワインのことである。回線すると圧力が下がって二酸化炭素が気泡として立ち上ってくる。通常のワインにも、 炭酸ガスは含まれるが、溶け込んでいる量が少ないため、回線しても発泡しない。スパークリングワインには、瓶内発酵のために二酸化炭素が溶け込んでいるものと、人工的に二酸化炭素を吹き込んだ、いわゆる炭酸ワインとが存在する。代表的なものに、フランスのシャンパーニュ地方特産のシャンパンがある。製造、販売等でのシャンパンの名称の使用は、 TRIPS 協定の地理的表示によって世界中で保護されており、フランスの原産地故障委員会が定める多くの認証を受けたシャンパーニュ地方産の発泡製ワインのみ正式に名乗ることができ、それ以外の飲料をシャンパンと名乗り流通するのは違法である。シャンパンはスパークリングワインの一種であるが、 日本ではシャンパンがスパークリングワインの総称だと誤った認識がある。シャンパーニュ地方以外で製造される同様の製法を用いたワインをフランスではクレマンと呼ぶ。それぞれ故障が異なるが、シャンパンクレマンともに発泡性ワインの一種である。普通のワインも回鮮せずに放置した場合などに発泡することがあるが、これは発泡性ワインには含まず。 品質の劣化として意味嫌われる。なお、発泡性ワインに対して、非発泡性ワインは、スティルワインと呼ばれる。二酸化炭素が多く溶け込んでいる分瓶内の圧力も、高くなるため、発泡性ワインの瓶は、非発泡性ワインの瓶よりも、頑丈にできている。ワインとは、もともと果実種を意味するが、内部に、炭酸発泡している、ブドウ以外の果実を使用したものに関して、 日本国内では、シードルと表記されている場合がある。製造方式には、シャンパン方式もしくは、伝統方式、シャルマ方式、トランスファ方式、炭酸ガス注入方式がある。ワインは発酵の段階で、炭酸ガスを放出するが、シャンパン方式では、これを発酵が終わりきらないうちに瓶詰めする。すると、瓶の中で発酵が続き、発生した炭酸ガスは、 ワインの中に溶け込んで発泡する。ただし、炭酸ガスの発生をより活発にするため、瓶詰め時に砂糖などの糖類を加えることもある。瓶の線は、ほとんどがマッシュルーム型に成形したコルクが使用される。ビールのような王冠やスクリューキャップを線に使用したものも存在する。このスパークリングワインは、国によって総称も異なっている。イタリアの弱発泡ワイン。 ランブルスコのロザート日本では1985年に北海道池田町が初めて発泡製ワインの生産に着手しており、1990年代以降、国内中小ワイナリーで発泡製ワインが少量ながら生産されている。また2007年より、メルシャンが日本の泡シリーズと題して、同社の勝沼ワイナリーにて、勝沼の泡、穂坂の泡の2品種を生産。 発売しているほか、2009年からは、岩手県くず巻町のくず巻ワインも、発泡性ワインの生産を開始した。2002年には、北海道小樽市の北海道ワインが、炭酸ガスを注入して作る、発泡性ワインを商品化した。ありがとうございます。